人間って生きてる上で嘘ついていかなくちゃいけないと思うんですよね。今現在ね、誰にも嘘ついてないっていう人は素晴らしいと思うんだけど、いつか出くわすと思うんだよ。で、その嘘をつくじゃん。バラすわけにはいかないからずっと抱え込むわけで、もやもやするじゃんね。ということで今日はそんな嘘を爆発させていこうということで、女子に聞いた彼氏に秘密にしていることということでね、めちゃめちゃ怖いテーマを持ってきました。男って単純なんで表面上でしか生きてないから、そんなに秘密にしてることってあんまないんだよねって言いつつ、今回ね、彼女側に秘密にしてることっていうのも集めたんだけど、女の子って一体どんな秘密を抱えてるのか、そんなようなことを見ていって、ゾクゾク震え上がっていこうぜっていう回。怖くて寝れなくなりましたっていう男子におすすめなんだけど、俺は昔ね、お化けが見てるんじゃないのかとか、そういうことを思ってたわけですよ。それで寝れなくなっちゃうこととか多々ありました。そういう時はですね、思いっきししこってください。そうすればすっきりして寝れますんで、ということでやっていきましょう。チャンネル登録してね。星毎日風呂夜入らず朝入ってる。よかった。一発目この程度でよかった。多分もっと下水話っていうのはあると思うんだけど、それはまあ後半にとっておきますよ。夜入んないけど朝入ってますよっていうのって全然いいことじゃん。っていうかむしろ朝すっきりした状態で学校行った方が汚くないみたいなところあるけど、なんか夜入ってないって聞くと汚くねって思っちゃったりとかするみたいなところはある。秘密にしといていいでしょうね。それ別に言う必要はないやつね。おもちゃを使うプレイ好きじゃない、痛い、夜の行為に使用するおもちゃのことだよね。タカラトミーとかではありませんよ。安物ってすごい雑というか、高い電話っていうのは振動が優しいんですよ。いい感覚を与えるの。だけど安いラブホとかに備え付けの電話とかって絶対安物じゃんね。そういう系ってスイッチ一回入れると当てられたらさ、イテイテってなるわけ。一回こんなになってるやつをバッてわしづかみしてみたら、手の中で暴れ回るから手の血行良くなりまくりみたいな、すごく健康的なやつ。終電逃したら男友達の家に泊まってます。おいおいおい、それ彼氏知ったらもう死ぬぜ。俺やだもん。実はね、私そういうこと本当にしてないんだけど、終電逃したら男友達の家泊まってる。嘘。泊まってるの？終電逃して？AV の企画もんじゃん。そういうやつ最近見ましたよ。1980円で買いました。マイペースなとこに毎回イライラしてること。うわ、今グサッときたんだけど、僕結構マイペースなんですよね。男って基本的にマイペースな人って多いじゃないですか。ただ女の子ってテキパキ動くというか、すごくしっかりしている人が多いと思うんですよ。だからこそマイペースなところも受け入れてくれる大人な心っていうのを持ち合わせてるんだけど、でも実はね、まだかよって思われてるのかなっていう風に思うと、今日夜眠れなくなりますわ。しこりますわ。 TikTok やってること言えねえ。僕も昔 TikTok やってました。それで20万人までフォロワー増やしました。当時ね、幸いなことに付き合ってる女の子とかはいなかったんだけど、やっぱ友達にも言えなかったし、それこそ TikTok 見てたら小沢優太回ってきたよっていう情報が耳に入って震え上がったぐらいなんで、気持ちはめちゃめちゃわかる。彼氏には言えないだろうね。気づかれたらだいぶ彼氏もえってなっちゃうだろうし、ド変態でマゾなこと。今後ね、付き合っていく中で打ち明けていけばいいと思うよ。今どんな関係性か知んないけど、いきなり、めっちゃケツ叩いて、あと首絞めて、それ言われたらこっちも、ってなるよ。付き合っていく中でそういうのもだいぶお互いでフラットになっていくもんなんで大丈夫だと思うけどね。そんな好きじゃないけどタンプレもらっちゃったし、彼氏もうすぐ誕生日だから付き合い続けるしかない。そっか。まあね、誕生日プレゼントってそういうところあるよね。これからもよろしくねの意味で誕生日プレゼントっていうのを渡すから、確かによろしくねした後に、いやよろしくないですっていう風に断れないから。しかもそのタンプレっていうのがマジで欲しいものだった時とか絶対引けないもんね。そうすると相手の誕生日も祝わなくちゃいけないから。でもそういう風に思えるだけ僕は優しいと思うんですよ。僕は中学校の頃に1ヶ月も付き合わなかった女の子がいるんだけど、付き合って1週間後ぐらいに彼女の誕生日があったんですよね。当時中学2年生だったんで、誕生日プレゼントなんてセンスないっすよ。2000円、3000円ぐらい、当時の中学生にしては大金ですよね。そのぐらいしたペアキーホルダーみたいなのを買ってあげたわけですよね。当たり前だけどペアキーホルダーってさ、箱の中に入ってるわけじゃんね。だから1個だけ渡すってなるとプレゼント感ないわけよ。やっぱラッピングされてる状態で渡したいから、もう2つとも入っている状態で僕は渡したんですよね。それで開けた後に1個ちょうだいっていう、そういった約束を交わしたわけ。そのプレゼントを渡した2日後ぐらいに僕振られちゃったんですよ。今更さ、ペアキーホルダーなんてもらっても意味ないから、返してとかそういうこと一切言わずにほっといたわけですよね。そしたらその女の子、俺の一面の一人の男の子と付き合ったわけ。俺がその女の子と付き合ってたってことも知らなかったんですよ。一面には広まってなくて、まあそのくらい短い期間だったから。ある日、一面の新しい彼氏がめっちゃ嬉しそうにニコニコしながら、俺さ、最近誕生日あったじゃん、彼女からプレゼントもらったんだよ、ほら見て、筆箱パーン出してきたんですよね。ぶら下がってるやつ、クローバーのペアキーホルダー。3000円。うん、知ってるのよ、
値段も片割れの方とな一緒にこう合体させるとハート型になるやつね。うん、知ってんのよ。すごく環境に優しいんだけどリサイクルしてるんだけどこの人。だから世の中にはもらったから私もあげなくちゃって思う人ばかりではないんですよね。もらったものを再利用するっていう地球に優しい考えを持っている方もいるという左翼言うな。すごいな、これ学生とかだの。実は私左翼だよ。言うな、そんなこと。喧嘩した日、写真にデコピンして、暴言言ってる。可愛いもんだけどね。パンパンパン。ふざけんな死ね指大丈夫か。それでスッキリしてるわけだから。いいと思いますよ。年齢、出身地、血液型、身長、体重、既婚者、それだけ嘘ついてる。だけちゃうのよ。まあまあ、人格すべて塗り替わるぐらいの嘘ついてないか。真実を明かせん。だいぶ別人出てくるぞ、それ。この動画を見てる男の子たちに言えるのは、目の前に見えてるものが真実とは限らない。コンフィデンスマン。実は、処女ではない。これすごく多かった。やっぱ女の子は男の子に軽い女だと思われたくないからっていうので、初体験を隠すらしいんですよね。まあそんなことはしなくていいのかなと僕は思いますよ。隠されてる側の男の子っていうのは、した時に必ず気づくし、ああ、嘘つかれてるんだと思ってショック受けるんで、全然いいと思いますよ。逆にそれで、うわ、こいつ尻がりやんって言って、引くような男と付き合っちゃダメ。セフレがいる。なんならセフレと彼氏のいたす頻度一緒。なんなら言うな。お前の一歩目でいいんだよ。二歩目来るな、お前。そうだよね。こういう秘密をバラす回だから。下水なぁ。言うもんね。男は嘘が下手だから浮気がバレやすい。だから男の方が女の子よりも浮気しているって思われがちだけど、実は女の子も浮気していて、それがバレないだけであるみたいな。そういった怖い情報も聞きましたんで。やはりそういうのもあるわけですよね。彼氏いるけど、新宿にナンパされに行ってること。行くな。俺に力があるのであれば、君を引き止めて。俺昨日新宿行ったよ。すごいね、新宿。みんななんか声かけ合ったりとかして、ワンちゃん俺も声かけられるのかななんていう風に思ったら、外国人にめちゃめちゃ話しかけられたわ。Excuse me? ほんじゃらかんじゃらかんじゃらかんじゃら。偏差値40です。オーケー。渋谷ステーション。ほんとそれ自分でも思ったよ。そういう世界ですよ、新宿は。エッチの時、上目遣いで指ベロベロ舐めてくるの気持ち悪いです。やめて。言えない。言えない。だって、そっちはさ、これがいいんだろみたいな目線で、オラ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 ってやってるわけでしょ指を。言えないわ。どうやって伝えればいいんだろう。その彼氏見てるか。お前やめろ、それ。舐める系はあんま女の子に受け良くないんだから。もっといい人がいたら乗り換えるつもりってこと。彼氏舐められすぎや。お前何した？すっごい下のランクまで下がってるぞ。そんな風に思わしちゃう彼氏ってことは、もう少ししたらいいやつ出てくるぞ。危険なら、男の子はね、彼女ができたっていう安心で怠けちゃう人がいます。違う。常に全力で愛し続ける。そしてこの人しかいないって思わせる。これが大切。え？何？普通に浮気してるけど。チャラ。チャラすぎだよ。軽く食んな。浮気か。怖いな。今日俺が見た夢が、彼女が浮気してる夢だったのね。で、その浮気してる感じっていうのが、本当にこの質問者みたいな感じだよ。え？浮気してっけど。チャラすぎて夢の中で俺も、いや、チャラー！絶対浮気してないっていうのは知ってるんだけど、怖かったよ、それでも。いくら軽く言われて、うんって意表をつかれたとしても怖いっていう欲が勝っちゃうんで。浮気をするくらいだったらね、やっぱ振るっていうのが一番安全かと思います。舞台整形したけど、アイプチの癖ついたって言ってる。これもね、意外と多かった。顔を変えてるんだけど、変えてないよ、みたいな。いいんじゃないのか、それは。言ってもいいと思うけど、言うタイミングもないと思うしさ、そこは全然いいと思う。アイプチの後ついたっていう風に言ってればいいと思うんだけどな。逆にそれで整形してんの無理ってなる人もね、良くないからね。夜食の人なのに最近屋上の匂いがなぜかすること。くせえんだな。夜食なんだろ、そういうの大切なんじゃないのか。逆だったらさ、すごい勘ぐるじゃん。この人牧場の仕事してんのになんかすごい香水の匂いする、夜の匂いするんだけどみたいな。逆だもんね。どう勘ぐればいいのかわからない感じだもんね。すごい組み合わせ。いいんじゃないの。良くはないか。あらえ。デートで使ってるお金7割くらいはおじさまからいただいた金。あーPPK してる。まあでもね、多かった。パパ活してますっていう人多かった。誕生日プレゼントとか何かもらったりとかしたらさ、実はその誕生日プレゼントはおじさまの汗水垂らした金。まあ難しいよな。昨日お仕事で都会行ったけどさ、ブランド物で着飾ってる人とか山ほどいて、もちろんそういう高級なお店とかもあったわけよ。田舎者でいることっていうのが恥ずかしいなって思ってしまった部分は少しあったのね。女の子ってそういうのすごく男の子よりも強いと思うんだよ。だからさ、普通に一人暮らしでバイトして生活ってなると、そういうこともできないから、パパ活みたいなこともしちゃうのかって思うんだけど、彼氏がいる状態でパパ活はやめとけ。それは言っとく。マスク越しのキスなのに口臭かった。すんご。歯磨け。すんげえやつとキスしてんじゃん。マスクってお前一枚フィルター挟んでんのに、普通キュンキュンするはずだぞ、マスク越しのチューって。ということで、もういいかな。高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから登録、あ、間違えた、高評価だけ押して、だってボタン押す。
だけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。